で、このドラマでタイムリープが起こった理由を考えると、それは制作上の都合でしかないなと思います。登場人物が引き起こしたものでも、呼び寄せたものでもないですよね。もしそうなら説明されているはずです。説明されなかったということは、単に設定として必要だったということなんで、リナが本気で生徒に向き合うという状況を作り出すために設けられただけの設定であったと思われます。生徒に殺される未来を経験したから、生徒のために全てをかけて向き合う状態になったということですよね。せめてタイムリープしたことに理由があって、なぜリナと鵜久森が選ばれたのかという説明がされたら、納得感が増したと思うんですが、タイムリープは自然と起こることのように描かれてしまうと、生きている人間の数だけ世界が存在することになって、